お疲れ様です。ギャル子です。先日とある芸能人の方が亡くなりました。僕は有名人の方が亡くなるたびに自分のチャンネルの再生数稼ぎのために個人を利用する YouTuber が現れないことを祈っているんだけど、秒で出てきて本当に心から頭にきてるよ。こちら時事系 YouTuber のクリアの食速報さんです。まずはこちらの動画。フェミ連議員の増田香織さんがリューチェルさんのことをレイチェルと名前を間違えてツイートし、興味もないのに政治利用するなと炎上していることを取り上げていて、クレアさんも名前を間違えるのは失礼だと怒っていたよ。そんなクレアさんの先日の動画がこちら。リューチェルさんの訃報について取り上げているんだけど、リューチェルさんのファンの方ならこのサムネを見てすぐ気づくと思うんだけど、スペルに注目してほしいんだよね。リューチェルさんのスペルは RYUCHELL なんだよね。で、クレアさんのは RYUCELL になっているんだよね。そう、H が抜けているんだよね。でもね、こんな動画で間違えるかなって思うんだよね。だってこんなのってリューチェルさんのことを今日知りましたって言ってるようなもんなんだよね。これは全くもって 100% 妄想と想像と憶測と偏見なんだけど、芸能人が亡くなったから急いで動画撮ったんだろうね。だってすぐ出した方が再生数稼げるからね。だからよく確認しないでサムネ作ったんだろうね。リューチェルさんが亡くなってから関連動画もう3本も作ってるしね。今度はリューチェルさんのことをこするのかな。ところでだけど、心底怒っている増田議員の動画だけなんでセカンドチャンネルで上げてるんだろうね。僕はものすごく性格が悪いから、議員のことを動画で取り上げてチャンネルにストライクがつくかもしれないから、セカンドチャンネルで取り上げたのかなって変な邪推をしてしまうよ。まあクレアさんは自分のことをかばってくれた藤野話題さんのリスナーが赤木レイヤさんに監禁呼ばわりされている動画を見て、私あの表現好きというぐらいの関西の持ち主だから、こんな邪推されても仕方ないよね。自分と反対意見の人のことを国語一の界隈だとか、ケーキの切れない界隈だとか、アルミホイルの民と呼ぶ人なんて僕は絶対に好きになれないけどね。今回の件みんなはどう思うかな。今回は以上だよ。ご視聴ありがとうございました。